岩倉智秀2月8日から1978年11月2日は、日本の英文学者、政治家、東京府出身、貴族院議員、法政大学教授、D.H. ローレンスの研究者、岩倉家第18代当主、君党は君三党、その他の英典は乱樹法省、借位は公爵、公爵、岩倉智春の長男として、 東京府東京市小見目黒の最後を継ぐの理定に誕生。当時、父は東京帝国大学の学生だった。父方の曽祖,祖父は岩倉智美で、母方の祖父は最後を継ぐ道、東京府東京市小島地区に育つ。父智春が陶器に失敗して多額の負債を作ったため、責任を取って官職を辞し、1914年8月29日に隠居。 このため、1914年9月5日、学習院初等科5年在学中の友秀が、公爵の爵位を継承。クリスチャンである母の感化により、洗礼を受け、キリスト教の影響を受けて育つ。東京府立、第一中学校在学中、小川美名や室生再生、久米正夫、谷崎純一郎、国北ドッポ、鶴玄ネフなどを愛読。 第一高等学校文科校類を経て、1924年、東京帝国大学法学部政治学科入学。大学の入試対策で、研究者の英文学総書、中んずく、ウォルター・ペーターのルネッサンスを読んだことがきっかけで、英文学に傾倒。大学在学中は、法科の学問が肌に合わず、ソローやサッカレーなど文学書を愛読。文科に進まなかったことを後悔した。 1927年、東京帝国大学法学部政治学科卒業。ともひでの心は英文学研究にあったが、家庭の事情によって内務省に入り、社会局労働課の無給食卓となる。同年秋、高等文館試験を受験したが一点足らずで、不合格。1928年11月から、提出林野局の続刊となる。この頃、 小説家を志して、谷崎誠二への入門を考えた。1933年3月29日、妹靖子が左翼活動による治安維持法違反の容疑で逮捕投獄され、同年7月1日に起訴。このため、同年7月13日、友秀は責任を取って、提出林野局を辞職。以後は英文学翻訳の道に進む。 年末の12月18日、安子は保釈されたが、21日に、カミソリで首動脈を切って自殺を遂げた。この事件で大きな衝撃を受けたともひでは、数ヶ月間を呆然自失として過ごす。1934年から貴族院議員。恩賜財団再生会に勤務する傍ら翻訳を続け、1935年、キャサリン・マンスフィールドを短編集。 理想の家族を東京精神分析学研究所出版部から刊行。1941年、太平洋協会理事に就任。1944年、民族学協会理事に就任。1947年、野上と一郎の世話により法政大学余科講師となる。同年、日本国憲法施行に伴って、社位を失う。1948年、 法政大学予科教授となる。1969年、法政大学を定年退職。1970年から大東文化大学教授。1976年、乱受法書を受ける。1978年11月2日、霞海関会員食堂にて、昼食中、脳一血で休止。74歳。同年12月、生前の校によって、 君三党に除され、朝日中受賞を受けた。妻良子は、伯爵、東道高次の長女。長男の岩倉智忠は、イタリア文学者で、京都大学教授。次男の岩倉具房は、株式会社ウテナ代表取締役会長。ありがとうございます。